どうも暗黒放送の P 坊です。今日の立川はねこんな曇ってます。めちゃくちゃ曇り天気です。はい、この時間帯にやるっていうのはね稀なケースなんですけど、今日も配信ねやっていきたいと思います。曇りです。今からねちょっと俺もね実は参加するよ。なんか10日にね石川が主催の東京湾一周210キロのですねあのレースにですね一応エントリーされたんで、まあ乗りみどっていう番組でまあ俺も行きたいっつったらええよってなったから、ね俺も人生をかけたね遊びじゃないから俺はね、俺は遊びでやってないからさ、うん、本気でやるよ。台風関係ない、逆に望んだことだわ。逆に台風が来るっていうことで中ねやっぱり行きませんっていうようなやつは最初から参加しなくていいよ、ね、遊びとかじゃやってねえんだからよこっちは。ああ俺はちゃんとね台風だろうが台風10号だろうが11号だろうが来ようが18号だろうが来ようが、あ俺はやるよ最後まで全力で。それが配信者の務めじゃん。うん、どこでねお腹空いてねとか言いながらね腹をサッサッしたさ、どこそのね気持ち悪いおっさんと違ってね俺は全力で女にモテたいとかね可愛いって言われたいがために配信やってるわけじゃねえからさ、うん、ね毎日ランチ時にね美味しいパンとか寿司を買いに行くとか言ってねきっついね歯茎をむき出してねなんか頭からさ T シャツかぶって宇宙人みたいなダンスしてるね人と違って俺は全力で取り組む。誰のこととかは分からんけど、うん、全力でやる。ね、佐田さんのことをね、ねえ、おめえはよ、バイビン使ってんじゃねえよとか言ってね、絶縁したような、ね、あそこの調子に乗ったカラオケチビ、うん、普通肖像権侵害でやるかよ。ね、普通さ、配信者が配信者を肖像権侵害で訴えると思う？ねえ。あれは見て俺引いたもん。ちょっとねやってることがねカバちゃんマンと一緒のことやってるからちょっとあれはないわ。こういうとこにゴミ捨ててほしいよな。あのさキャッチをやるのは別にねまあ良くないと思うけど、ゴミぐらいねほんと片付けれないんだったらもう立つなって言いたいよ俺は、うん、最低限ゴミ捨てやがってさこういう立川の街を。もう俺ゴミ拾い配信しようかな、うん、配信会でね、うん、配信中だとまたさねえ、うん、分かったよもう本当俺なん、うん、まあね分かりましたよ、うん、拾いますよっていうか捨てますよ、うん、なんで俺がこんなことしなきゃいけないっていう話もあるけど、まあでもね見過ごせないからね、悪は見過ごせないから本当ね、うわマジで汚いこんなの。なんで俺がこれやるの。ほんと捨てじゃない。だってさすぐそこにね捨てる場所がないんだったらわかるけど、すぐそこにね自販機のさ、これまるで俺がさやってるみたいな、すぐそこに自販機のゴミ捨てるタバコの匂いがすごいなんかこれするんだ。自販機に捨てる場所があるんだからさ、あちゃんと捨てろよな本当に。ここにあるんだからさ、そんなこともできないから買うなよ。もう汚すぎるこれもうマジで。ほんとねよくねえよ。本当はね俺ペットボトル業者がね必ず、俺がもし総理大臣になったらねこういう法律作るよ。必ず自販機の横にこういうものを設置して、んで業者が全部ね引き取り処分。みんなにいいことしてやるか。これ原価が実はねそんなにかかってないの全て。
原価じゃなくてなんでこんなに高いか分かる？この作ってるね、こういうペットボトルとか缶コーヒーを作ってる業者がこれをリサイクル法によってね、自分らがリサイクルしなきゃいけないの、法律によって。だからね、こういうのもリサイクルされてんだよ、全て。で、その分のお金の費用がぼっこり乗っけられてる。本当です。熱い。で、今からちょっとね、自転車買いに行く、見に行く。 T シャツの原価は言いませんが、全く利益で出てません。ほぼほぼ乗り益です。ということで、いや俺自転車でやる。ニコ生1の体力王が今回ね、コバの実力を発揮するから。だってさ、あんまり正直言って強そうな人おらんじゃん今回。今回特に目標とするさやつもいないし、あともう一個言っていい、普段 Uber Eats とかで働いてるやつは参加させちゃダメだよ。だってもうそいつらのさ勝つのは分かってんだからさ。橋本じゃないよ、なんか名前忘れたけど変なやつが参加するらしいんだけどさ、そういうやつだったらそいつが勝つに決まってんじゃん。そいつらは5時間遅れでスタートとかにした方がいいよ。まあ人の企画に口出すようなね立場じゃないけどさ。でもあと、まあ今ね、どっちがいい、これ今多分リスナーさん気づいてないと思うけど、今広角レンズつけてんだけど、つけた方が変わるね、広角。盗撮レンズの広角レンズですよ。盗撮レンズなんかつけたらやばいだろ。3個あって加藤はもう引退、休止中だから。加藤は休止中だから。ここいいね。肩こり、腰痛、ストレス、マッサージ、ハリキュー。ちょっと興味あるよね。だるお前全然俺に似てませんね。ちょっと興味あるけどやめとこう今日は。エレベーター乗りますよ。他のメンツはなんか知らんけど、便所太郎とか野田総理だとか、あと誰だったのな、あとキャスもよくわからん人たち、全然知らない、ほとんどわからん。でも俺ツイキャスでやるかニコ生でやるかまだ決めてない。どっちがいいですか。に緑はニコ生でもええよって言ってたからさ、俺ツイキャスなんかほとんどやってないよ。だから収益もすらないよあのところで。まあでもさ、だから俺だけニコ生でやらせて俺だけ省くつもりじゃないだろうな。この人勝手にリアトしに来ました風でさ、この人が勝手に黙って
いや、普通に配信、いや、勝手に来ただけですアピっていう雰囲気作られてさ、まるでね、最初からメンタルやって、あれ、この人勝手に来たんじゃないのとか、金杯とかそこら辺みたいな扱いされたら嫌なんだけど、携帯からやるとどっちが画質いいかによるわ。携帯からどっちがやりやすいかによる。今ニコ生もだいぶ画質上がったからさ、マイクは多分ね、今からちょっと必要なもん買いに行くだけ。ちなみに市議会は今11月10日ぐらいまで大きい事業はなくなりました。本来だったらその視察とか言ってね、この時期になんか他の広島だとか鳥取だとか岡山とかに行って2泊3日の視察があるんだけど、今年はないんですよ、コロナの影響で3密避けるために。旅行じゃないよ、視察だから。視察、まだ売ってる簡易ゴロブ。これ、あ、ごめんなさい、これって中にさ、俺前買ったんですけど、これ、これで勧誘って入ってますじゃん。アクラ自体はもう60年前ぐらいから入ってないです。あ、入ってない。医薬品企画 の、うん、あの昔は入ってたんですけど、うん、その油からビタミンの A と D の摂取を目的としても取ってたんですよ、うん、だから、うん、やっぱり今あの水質汚染とかもあるじゃないですか、うんうん、なのでやっぱ60年前ぐらいから医薬品企画のビタミン、だからあの油は入ってないんですけど、あ、油は入ってないけど、うん、その辺の成分が入ってるんですね。そう、油から取れる成分はしっかり入ってます。ああ、そういうこと。なので、まあ、まあ、お薬みたいな感じ。じゃあこれ勧誘書いたらちょっと違うじゃん。で 昔は勧誘だけだったんですよ、うん、今一応そのドロップをつけてっていう感じで、そうそう、またちょっと違ったあれにしてるんですけ ど、 ど、そうそう、ちょっと分かりづらい。いえいえ、全然申し訳ありません。 またなんか調整よかったら、ありがとうございます。あ、そういうことね。いや、クレマナじゃないよ。何クレ、俺別にクレマじゃないよ。ただ気になったわけ。だって視聴者がね、視聴者のために聞いたんだから、リスナーさんのコメントでさ、聞いてくれっていうコメントがあったから、じゃあ聞いたけ。 だって俺前買ったのね。で、成分見たら勧誘のサメの勧誘が入ってなかったんだって。だからあれと思ってさ、あれ勧誘入ってないじゃん、だったらさ、ビタミン A ドロップとかにした方がいいんじゃないかなっていう俺の個人的な意見。うん、これクレーマーな、俺クレーマー大嫌いだからね。クレーマーとかさ、ね、そういうことやる。だってクレーマーってさ、自分が、俺本当に嫌なのは、なんか客がさ、店員にタメ口聞いて、え、これ何、おいそうじゃん、今日のおすすめ何とか言ってタメ口で聞くやつ。本当ね、そういうやつがいると、あ、こいつが、これがその人の本性なんだなって分かるから。いない、なんか店員さんに対してね、たかが客でお金を払うだけの立場の人間がさ、ねえ、今おすすめある、ねえ、お母さんこれいいのとか、なんか友達みたいにね喋りかけるバカ、うん、本当に気持ち悪いよね。ああいうやつらの配信見てるとね、腹立ってしょうがねえんだよ俺。うん、お前何様なのって、ね、そんなにお前偉いのって言いたくなるの。なんか常連ぶってさ、俺やってない、あのひどいコメント、ここから飛び降りろっていうさ、そういうコメントやめて。俺がここから飛び降りたらさ、ね、足の骨折れちゃうじゃん、カイジの鉄骨渡りみたいに。あそこからさ、ね、向こうまで歩いて100万円つっても俺やらないね、うん、ここの手すりの部分を。いや、100万円でもやらないよ多分、うん、死んじゃうから。だってこんな時期に足の骨折れたらもう自転車参加できないよ。確かに、でも台風っぽい天気だよな。台風っぽい天気だ、うん、最近ニコ生も深夜見る番組ないんだよ。
もうチクラン上位見てもさ、なんかポン吉あたりがね、つまらねえこう NG しまくりと放送しかやってねえしさ、あれ桃鉄出るじゃん、これ桃鉄出るのゼルダ無双とかね、あまたドラクエ新作出るんだ、最近見て、あ俺やらない、桃鉄はねやらせだからやらない、桃鉄はだってさ、サイコロ運ゲーじゃんって言ってさ、運ゲーだから。あちなみにあの前回俺カラオケ配信やったじゃないですか、あれ運営から警告来たわ、運営さんからねちょっとメールが来まして、カラオケ配信やったところクリショー全部剥奪されました、はい、クリショーが全て剥奪というですね、ペナルティ処分を受けたんで、カラオケ配信はですね、ちょっと良くないっていうね、人のね権利を無断で侵害した行為に当たるというねお触れが来ましたんで、ちょっとねごめんなさい、口頭で謝罪させていただきます。いや一番軽い処分で、ね、クリショー剥奪という一番軽い処分で、次に重いのはタイムシフト削除とクリショーで、3つ目がバンという3段階処分だから、全てのカラオケ配信やってるやつらはクリショーは絶対もらえません。まあ確かにそうだよな、人の権利を、カラオケも一応権利だからね、でもジャスラック入ってた気がするんだけどな、ジャスラックに入ってたんだけどと思ったけど、渡ろう長いから、はよ銀杏拾え。あのさ夜中にゲンチャリ乗ってね、なんか刺さってる、これ何って言ってタイヤにね、あからさまななんかね突起物が刺さってて、すいませんお姉さんこれちょっと教えてもらう、押してもらえますかって言ってよね、女性リスナーさんがねなぜかタイミングよくやってきて押してもらってね、家までねゆっくりまだ距離やるんですかっていうね、とんでもないね、なんていうの寸劇をね目の当たりにしたね、皆さん楽しかったですか。俺は一瞬たりとも1秒たりとも閲覧に協力したくないから見てないけど、うん、あそういうのが流行ってんだと思って、あそういうのがニコ生でブームメントなんだな、いや別にバカにしてない、見習うかなと思って、あそういうねねそんな偶然性がね起こるぐらいのことを俺もね認めなきゃね、見つめ直さなきゃなって、自転車買いに行きます。何インチの自転車だったかな、一番でっかいインチ買おう、一番でっかいインチの自転車買います。まだ鬼滅ってくる、あ俺これ持ってる、ちょうど同じやつ持ってる、あれ俺4000で買ったのにドンキだと3000なんだな、これなんか R さんが買ってくれたんだけど、まあいい、まあいいや、いや俺あの見に行くよ、ちょっと待って今コメントでさ、今嘘でしょ、アッキーナシャマが S1 に必要、あの S1 ってアダルトビデオのメーカーの単体とかあの芸能人しか出れないレーベルだよ、絶対嘘でしょそんなの、いや嘘だってないって、だって芸能人とかタレントとかが出るレーベルなの S1 ってのは昔から、
絶対ない、出れないから、悪いけど売れなきゃ出れない、そんな嘘情報に、ね、流されないでください、いや俺は嘘情報に流されないでくださいって言ってるだけです。熱っ、あ、ここだ、誰こいつ、誰、ミヤゾンって誰、聞いたことありません、俺かミヤゾンって誰、有名な人、まだ YouTuber がいるの、そういうヘンテコリンな、ああ、韓国の韓流スターね、ミヤゾンさんって知らんかった、すいません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 、あれ誰もいない、賛成、自転車をですね、ちょっとあの購入したいんで、専門医に行きます、あと私が行きました、あ、ですか、あ、そうですか、あのね、認知で言うならば、はい、28か29ぐらいの、あのなるべく車輪がでかめの、それでママチャリで、あの長距離がこげるタイプのあのやつがあれば、あの おすすめ教えてもらってよろしいですか、自分28インチ以上ってなると1台しかない、はい、こちらなんですけれども、うん、こちらの28インチのやつが、はい、あのうちで多分お客様の言われる条件に当てはまるっていう感じですね、あ、値段が3万4000円、はい、あのできれば1万円以下の、ちょっとそれはうちにはなくて、うん、はい、でちょっとあの28インチっていう自転車が、はい、あの通常のなんて言うんでしょう、あのスケールから外れてる大きさっていうのもあって、うんうん、1万円っていうのを探すとなると、ちょっとネット使って探していただかないと、うん、早々見つけない、あ、でもこれギアがあります、なんでギなしギア、はい、うん、っていうのもちょっと、まあ、うちがその28インチっていうのがこれしかないっていうのも、あ、じゃあ2発じゃなくていいんで、27ぐらいで一番最安値ってありますよ、27で一番最安値のママチャリンコ、一番安いやつだと9980円っていうのがあるんですけれども、うん、ちょっと今あのもう売り切れてしまって、え、売り切れたんですか、はい、で今発注かけてる最中なので、うん、来るとしても水曜日ぐらい、今週、そうですね、今週の水曜日にまあ、着くかなっていうような感じなので、うん、あ、それから次に安い自転車ってなると、うん、あちらにある自転車で15,980円、うん、で、あ、だいだい色のやつ、ね、あ、オレンジ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 ですか、こちらにある4台が、あ、1号か、これ耐久性はいいです、あの実は今度長距離ちょっとあの走りたくて、はい、長距離あの企画でちょっとあの長距離で、次第なんですけど、はい、これどうですかね、このイチゴっていうの、でもファッションですよね、これ、そうですね、ファッションだからどうかなと思ったんだけど、そう思ってしまいますけど、ハイタッチっていう選手が何回かありますので、
そういうのとかおすすめするんですけど、お値段もまあそれなりに。ああ、そうかですね。だこれでもパンクしないタイプ確か結構重たいですよね。あのタイヤがあって、タイヤがいや、うん、全体的に重たくて、俺前持ってて盗まれたんですよ。ああ、なるほど。そうで、やっぱり人気商品なんで、シティ寄りのクラスなんで、うん、じゃあ一番こっち水曜日に来るの？そうですね、今水曜日に来るので。かしこまりました。すいません、じゃあちょっともう一回ちょっと様子見てからまた、すいません、ご提案ありがとうございました。いや、さすがに3万は買えんよ。さすがに俺自転車に3万円は買えないから。だって自転車でさ、3万円って言ったらさ、かなりの奮発じゃん。だってみんなそんぐらいの自転車でしょ。いやちょっと三輪車いいな。いやいやいや、うん、政党助成金使えない。だって政治に関係ないじゃん今回のやつ。どうしましょう。全国のステッカー貼っても意味ない。自転車をね、ちょっと買おうと思ったけど、俺のことを犯罪者顔って言わないでください。ドキンちゃん、やめて。ドキンちゃんって方、最近アンパンマンが嫌いになったの、うん、飲まねえよそんなもん。今いろんな、こういうのがあるんだよね。面白い。このゆいが好みのゲームは何なのこれ。これ何なのこれ。このゆいが好みは何が面白いの。いやだやらねえよこんなの、恥ずかしいの。え、すごいね。ここでフォローチケット交換とか言ってさ、ここで誰かと交換できるんだ、これって。お友達と、全国の。何これ。え、ゆいがさんが御用達なの、このゲームって。今コメントだったけど。嘘でしょ。さすがに。え、ゆいがさんがさ、今さ、このゲームを使って、何全国ランキングの彼。こんなの知って初めて見たけど、どんなゲームかも知らんし、何のゲームこれ。正直言って絶対やらないよこんなの。やらないよ。これやろうか。あ、でもこれやらせだからいいや、うん、多分だけどこれは、うん、これ前やってる。しかしいろんなキャラクターがいるんだね。こんなのアンパンマンと変わらないじゃん。こんなの
ここなくせば普通のアンパンマンなのにさ、コムスビマン、シロップちゃん、リンゴくん、イチゴ、はぁ、なコキンって誰、これコキンって誰が、誰なのコキンって、うん、あこいつ何者なの、ドキンちゃんの親戚、コキンちゃんって、あ妹でいるんだこんなやつが、これユイガさんもいるんだ、森尾周期みたいな顔してるやつ、元気度、自然権力を確認してみませんか、まあ、俺がテコキンって言うのやめてください、なんで俺がテコキンっていう名前で、あ、昔これみんな知ってると思うけど、この上にいてトラブルになっちゃったから、もうつか出よう、何自転車最安いの言ってるさ、店知りません誰か、俺のキボンヌは27か8インチでだいたい1万円から1万5000円以内で即決買いします、ちなみに俺が買った自転車今5000円なんで、あれ買ったの5000円で買ったの、リサイクルショップで、でもねやっぱりサビだらけでね、ちょっと不適切なんだよ、あの適合しないんだよ、重たいからサビだらけになってて、もう一個あった自転車盗まれた、家に置いといたら、家に置いといて鍵をかかってても盗まれた、泥棒だらけですよ、自転車に行くと中古売ってる、ああ買おうかな、じゃあ、いや普通家に置いといて、玄関に置いといてさ盗むかよ、ダサい帽子だなお前な、この帽子100円で売ってたんだぞ、あ200円だったぞ、これ200円でこの帽子が食えるのも、俺クレープ食いたいわ、ちょっと軽く食っていい、クレープ、あ、パイプやつ、おすすめある、これおすすめの自転車、おすすめの、おすすめのクレープってどれだ、何がいいんだろう、お腹ちょっと軽くだけど生クリームはお腹ですか、あった、すいません、持ち帰りで北海道生チーズの、うん、クレープチーズください、これ いちごってトッピングできないですよね、うん、いくら、あはい、じゃあ100円で、はい、いやいりません、これで生地って出来たてなのか、それとも作り置きかどっちなんですか、作り置きあるものになります、あ作り、あでもまあいい、いいです、はい、え、いくら400くらいですか、え
あの否定し、あの大丈夫、いらん、ありがとうございます。なんで作りたてじゃないのかは分かりませんよ。なんで作りたてじゃないのかは分からんよ。タメ口聞いてないですよ俺。店員さんに対してね、タメ口聞くねやつとか許せないからね。うん、あくまでね、お金を払うだけの立場の人間が店員さんにね、友達かのようにね、いくらというのは、そのいくらですかというですかを言うのを忘れたんですか、うん、ですかっていう言葉をちょっとは、短縮しただけだよ。あ、ただね、俺ね、クレープはさ、出来たてじゃないとね、嫌なんだよ。なんで出来たてじゃないんだろうな、クレープ。クレープ出来たてじゃないとさ、温かみが感じられないんだよ。なんでクレープが出来たてじゃないの。いや、クレーマーじゃないの。でも悪いじゃん。なんかさ、もうだって俺が聞いた時にはもうさ、生地にさ、クリーム塗った後です、塗った後にさね、クリーム塗った後にやっぱり作ってくださいって言うのもさ、俺がまるでクレーマーみたいな感じじゃん。まるでこの人何、冷やかしのクレーマーなのかって思われるのも嫌だから、店員さんにね、しかも俺がちょっと何回か見たらさ、一応眉間にシワを寄せたのよ、見逃さんかったけどさ、そういうのがなんか分かるのね。あ、この人変な人だなっていうのを、空気、俺空気が読めるから、俺一応ね、人の空気読むの得意だから、さ、くちゃらって気持ち悪いよね。ごめんね、くちゃらって本当に気持ち悪いよね。なんか音をくちゃくちゃでさ、奏でて食うやつ。俺さ、まあ、とあるね、まあ背のちっちゃいさださんと絶縁した配信者の方がさ、いつも食事食べてんだけど、ペチャクチャペチャクチャさ、なんか音立ててさ、本当にあれ気持ち悪いと思って、やめてよ。俺もそうかもしれんよ。俺佐田さんをさ、肖像権侵害バンで1週間配信させなくなったことに対しては怒ってるからね、正直言って。でもポンちゃんがさ、肖像権侵害のやり方や分かるんかな。あれもなんか不思議だって、ポンちゃんって今までさ、どんな映画に出ようが肖像権侵害のやり方知らんかったはずなんだよ。やり方わかんないっつってさ、突如と肖像権侵害のやり方やったの初めてだと思うよ。当たり前だろ。立川市議会議員が真っ昼間のさ、昼下がりにさね、女子高生みたいにクレープをね、立ち歩きしに食いながらっていう姿見られたら大変だろ。だからキョロキョロぐらいするでしょ。耳って何？
る？髪伸びて丸坊主からだいぶ伸びたやろ、うん、でも自転車は買わんといかんね。自転車をうまそう。こんな店できたんだな、シューマイの店。でもいいや、自転車買うのが優先今日は。いや、食わん食わん、自転車買うのが今日の目標だから。でも10日誰が来るんだろうな、全然メンツわかんないわ。あのね、あのもう一回今来た人に説明します。何が、あの今週の10日10月10日にですね、あの石川の力たちとツイキャスのね人たちと東京湾一周レースに僕参加します。210キロあります。約フェリー使わなきゃいけないぐらいのスーパー距離で、雨、台風が直撃する。ほんで今参加表明して台風が来るから やめますって言ったやつがいたら俺ディスりまくる。全力でディスる。ただなのために、いや、やっぱりさ、ねえ、今ね病気でね、病院で暮らせる人たちに頑張れば何でもねできるんだぞっていう男気を見せたいだけ。うん、力也のためにもね全力で東京湾走り抜けるしかないよ。ルールはママジャリで、こじき禁止、リア突車がね、あのお金持ってくるとかそういうの禁止。あ、そういえばそれで思い出したけどさ、ごめんね、また同じ特定の配信者の名前出すけど、ゆいがさんがなんかあの福島まで歩くっていう企画って、あれどこ行ったの？なんかツイキャス、あのツイッターで見たけど、ゆいがさんがなんか初めてのツイキャスでやりますとか言って歩いてなんか福島まで行って、で無制限でね、リア突からそのね、サイコロ振って1000円もらうって企画、あれどこ行ったの？あいつ、安っ。なんでこんな安いの？しかもお題これで、これ盗まれちゃわへんねえ、無人販売って。絶対だってこれさ、下手な泥棒がいたらブワーってこれごと持ってっちゃわれるのに。今何、マスクってさ価格崩壊破壊したの？マスクって今価格崩壊したの？これって今激安なんだね。はあ、マスクもう逆にさ、在庫抱えてもうどうしようもなくなってんじゃないの、大量に仕入れたのって人って。うん、でも立川もさ、またごめんね、またちょっと立川市もマスク買うとか言ってね、買ったんだけど大金はたいて1000万円ぐらいかけて、でも結局マスクが届かなくて在庫がありませんとかって業者に言われて、でずっと届かなくてさ、で値段が激安の時に高い値段のやつがガーって来ちゃってさ、いやほんとね、もう大丈夫かなと思う。だから早い時期に、まあ、でもそういう対応しなきゃいけないんだけどね、市役所は。
とにかく動いて動いて動かないとさ、だから今海外で作ったマスクが大量に余ってるわけでしょ。だってそのマスクは別に市民に配るわけじゃなくて、まあ保育園だとかそういったところに配るんだよ。あとあの役所の勤めてる人たちとかさ、せねえ、まあだからしゃあないじゃん。青だ。自転車屋さんあったっけな。どっかにあったんだよ。自転車屋。自転車屋さんで行ってちょっと自転車をね、10日までに買わんと。あとね、あ、そうだ、ちょっとリスナーさんにね、ちょっと自転車に詳しい人に教えてほしいんだけど、あの固定するのね、今回俺 2台固定しようと本格的にやるから、あの100均のさ、なんかスマホを固定するやつだとね、絶対ダメなのは分かってるから、がっちりとネジで止めてペンチで固定してさ、ブレブレにならんようにしたいんだけど、それやってくれる人いません？それなんか準備してくれる人いません？一緒に俺と自分でできんから、うん、前ワクワクさんとゴロリにやってもらったけど、あの二人離れたからさ、あ、ゴロリは特にね。自分でできる、簡単にできる。だって俺さ、ミニ四駆もゾイドも作れなかったような男ですよ。これ自慢じゃないけど、ミニ四駆とゾイドをね、全部うちの父親に親に作らせて、いつできるんだとか言って怒ってたねほどのドラ息子だったから、うん、だからできないのね、手先が器用な作業が。ゾイドのね、ハンマーロックっていうゴリラのねおもちゃ、うん、作らせてた。ミニ四駆も全部作らせた。作れないから。これならもうガリガリじゃん。ゾイドって知らないの？プラモデル、恐竜の形をしたプラモデルじゃん。あのね、ゾイドを知らなかったらね、昭和の生まれじゃないよ。ゾイドシリーズはみんな知ってるよ。ゾイドとかトランスフォーマーとかセイントセイヤのね、ゴールドクロスとか、そこら辺の話をね、もうちょっと知ってください。自転車屋さんどこだっけ。いや、自転車屋さんを探せるの。今自転車屋さんをね、記憶を頼りに、うん、ちなみに俺あれずっと今まで、まあ、仲本だけど中卒ってガチで呼んでて大恥かいたんでね、みんなも間違えないようにしてくださいね。今錦中央通り下ってるところです。まあ俺は辛いのが、とにかくね、臭いのとかまずいのは食えるけど、辛いのだけはどうしても食えんから、もう申し訳ない、粘膜弱いからな。初見だけど声キモくて笑ったね。こういう声聞くだけでキモいとか言ってるやつね、どうしようもないわ。うん、まあ顔が気持ち悪いって言われるよりマシだけどね。でね、声が気持ち悪いって言ったらさ、もっと気持ち悪いやつとかいっぱいいると思うんですけどね。あったあった、ここだ、自転車屋さん見つけた。ちょうどここにあったわ。ん？安っ、これ見て、家賃11万で店作れるんだ。これどうだろうね、テナント。
俺ここに店構えても商売できることができんからな。家賃11万か。店作ってもな、多分営業能力と接客ができないからな。あと商店街のみんなに挨拶しなきゃいけないでしょ。あ、自転車。こんにちは。こんにちは。すいません、あのね、自転車の中古をちょっと見に来たんですけど、なんかありまっかね。中古車は1台今ありますけれど、26台。いくらです？500。6500円です。え、65？はい。何インチですか？26です。26インチ、あ、27はないですか？ないです。27と26の違いって何かありますかね。サイズが大きいんですよね、27の方が。で、全体的にちょっと大きくなりますけれど、うん、ちょっと これちなみに何年ぐらい経ちますかね、この。あ、10年以上は経ってる。10年ものですか。はい、お客さんが長く乗ってたので10年以上は経ってる。10年は これ他は違うんですか。これ違う、それだけです。はい。ああ、これは売り物ですか。いや、全然違います。え、だから中古としてはそれだけです。ああ、ごめんなさい。じゃあちょっと、はい、あの様子見させてもらってくださいね。はいはいはい、6号か。一番安いですよね、ここら辺では。なんでこんな安いんですか。なんか、まあ、あんまり見た目が良くないので、はい、それだけですね。うん、中古車はあんまり高いのはできないですよ。あ、そうですか。新車が安いんで。うん、ありがとうございます。はい、めっちゃ安いから、もう6号はいいね。クソ安い、はっきり言って。10年前のだとで6000、どうですか皆さん。6500円、めった安い。ゴミ？え、汚い。え、ドンキで買って、ね、3000、ドンキだと9000、1万円ちょいで水曜日に入るんつうんだけど、いや、ちょっと、あのね、なんか、まだちょっとなんかね、即決してもよかったけど、10年前って聞いたのだと、インチが26インチはね、俺自転車結構乗ってるからわかるけど、26インチだと全然進まないわけ。で、27インチだと一漕ぎで1メートルぐらい違うわけ。タイヤの大きさってものすごい重要でね、自転車乗りにとって。で、中古だとね、サドルがあと振動とかに耐えられなくて、バネとかで、ほんでケツが痛くなるわけ、長時間やってると。だからね、あんまり中古すぎても安ければいいってもんじゃないからね。安ければ、俺本当に青森の時ね、ケツの穴が破れたからな。アンメルツをお尻の中に詰め込んで、その上からティッシュペーパーで押さえて走ってたから、青森700キロの時は。特にデブってさ、お尻に全て体重乗っけるじゃん、サドルに。ほんでサドルって揺れるでしょ、で擦れるでしょ、でそうなるわけ。ちなみに俺のズボンも、まあこれね、これ穴開いてんだけど、ここにね、ここにこれも自転車のあれで、やりました。まあ映してすいません、一応情報として教えといた。
まあでもあと1週間しかないから本当早く準備しないとね。で台風直撃の方が俺は嬉しい。台風直撃したらさ、雑魚がどんどんね、心を削られてリタイアするじゃん。うん、ほんでリタイアした人は確か5万円投げなきゃいけないなって。5万円、途中でリタイアした人は5万円分をね、投げなきゃいけない。で、あとさ、サポーターも全部禁止。サポーターつけるやつはもう反則扱いだって。荷物持ってもらったりバッテリーを持ってきてもらったりするやつ。でもみんなすごいよな、現地まで自転車こいでいくわけでしょ。すごいよな。いや、サポーター全禁って聞いた。サポーター使った時は反則なんだってさ。お前も中古なんだからガタガタ言うなよ。なんで俺が中古なんだ。おい、俺が中古ってどういうことなんだよ。俺新品だよまだ。でもさ、まあいいや。俺ほん一回でいいからこの店行ってみたいよね。中にコスモスっていうさ、まああまり映しちゃいかんけどね。これもう潰れちゃったな。あの自販機買いたい、コスモスの自販機買いたくてさ。いや誰もいないかな。俺この店一回行ってみたかったんだけど、今日やってないんだよな。見てみる。でも絶対ないもんね。すいません。ごめんなさい、お休み中に。ごめんなさい、お休み中に。あのですね、ちょっと今その自販機とか今日が見てすごく珍しくなったと思って、ちょっと来たんですけど、でお店って営業っていつやってますか。営業、ここは店じゃないんで。店じゃないんですか。ディスプレイとしてやってるだけで工房です、ここは。はい、見たらダメですかね。今中見て、その僕自販機がとかすごく興味深くて、コスモスが僕の世代でちょうど昭和52年世代で来て、すごく前から見てて来たいなと思って、でお店かなと思って、ちょっとご覧いただけたらどうですか。すいません、動画で撮っちゃって大丈夫ですか。僕のニコニコ生配信の久保田っていう名前で、やってる配信者なんですけど、すごく前から見たくて、映さないで、他の実際中身は、はい、じゃあすいません、失礼いたします。入ってるんで。え、入ってるんですか。回すことができます。いや、すごい。これなんか今これないんですよね、コスモス自体が。よく手に入りますね、これ。これは、僕が、はい、関わってるわけではないので、ちょっと詳細は分かんないですけど、はいはいはい、うちの工房で作ってる作品を、はい、ここに今販売してるっていう感じ。作ってらっしゃるんですか。そうですね。うわー、そう、確かに懐かしいのがいっぱいあるんだ。これファイティン、ねえ、これも作ってらっしゃるんですね。これは、いや、置いてる、ね、あ、置いてるですね。はい。どういったのを作ってらっしゃるんですか。そうですね、キャラクターグッズの販売、はい、ソフビーの制作をしてますね。ソフビー、こういう。これ作ってらっしゃるんですか。そうですね。うわ、すごいですね。こういったトゥニーニャン、マリニャン、何ニャンでしたっけ。で、これはミニママンマンっていう。ミニママンマンも作ってらっしゃるんですね。はい。はい、わあ、すごいですね。初めてって、ちょっと僕、前から、一応、自己紹介させて、下映します。映しますんで、はい、久保田っていう名前で、どうも。ニコニコ生放送って見たことあります？ないですか、はい。で、ちょっとごめんなさい、作業中なのは、つゆ知らず、ちょっと来て、見たわけですけど、はい。こういうの、すごく懐かしくなってて、ちょうど僕の世代なんですよ。昭和52年の僕生まれなんですけど、で、ちょっと見て、奥見たら、あんまり映すのはですよね、はい、あんまり映すのはちょっと良くないと思ったんで、じゃあコスモスぐらいで。これ買っていいですか、これ。どうぞ。本当ですか。じゃあ買わさせていただきますね。よいしょ。これ買ったらもう退散しますんで、うん、すいませんね、なんかちょ突然押しかけてやりたいなんて言っちゃって。これじゃああれですよね、まるでね、押しちょっと押し売り強盗みたいなんで、あれなんで、ちょっとすぐ100円だけ。これが買うのが本当にずっとこの店通ってて、はい、一回でいいからやりたいなと思ってて、僕ちょっとやりたいなと思ったらちょっとあれなんで、これじゃあ
ここに入れていいですか、はい、でこれ押すんですよね。いや俺懐かしい本当。よいしょ、やった、すいません、ありがとうございます。これでもう僕あの満悦しました。ごめんなさい、突然押しかけて、はい、決して怪しいものじゃありませんので、はい、すいません、失礼いたしました、はい、よいしょ、じゃあすいません失礼します。ああ、作ってらっしゃるんですって。いやコスモス俺ね12年ぶりに買ったよ俺。違う、12年ぶりに、俺小学6年生の時だよ。100円で何が入ってるかというと、昔は200円だったからコスモスは。そうだからサーベルとかさ、ドラクエに出てくる ロトの剣が入ってたね、すごい楽しかったな。鉄砲とか本当にね、火薬撃ったらパーンって音が出る鉄砲撃ってたんだよ、拳銃みたいなちっちゃいやつが。あとに偽 ドッキリマンとかね。ああ自転車買うんだったけど、まあちょっと今日はいいや、明日ちょっと別の地域行ってくるわ。うん、また明日また別の地域行ってきてそれで探すわ。うん、ちょっとなんか頭痛くなってきた、帰るわ今日は。こいつ仕事あの9月めちゃくちゃやったよ、一般質問とか予算委員会とか全部やった、うん、全部質問して質問状書いて、はい、やる。ちょっと待って、俺なんか今日ね具合が良くないんですよ実は。2日間ぐらい配信やらんかったやろ、あんまりね体調が寒気がするの、だから今日長袖着てんじゃん。コロナじゃないよ、全然コロナ。何これ、茶毒ガがいります、木には絶対触れないで。え、何茶毒ガって、これのこと、なんか茶毒ガって何、木には絶対触れるなって書いてある。え、本当に退治した方がよくない？茶毒ガがなんかいたら、本当に茶毒ガがいたら、ね、大変なことですよ。でもカットされてんじゃん。いる毒ガなん、この時期もう終わってんじゃないの？でも、それっぽいのいないけどな、茶毒ガなんて。多分ね除去されたと思うよ。あ、いた、これだろう、やば、いた、見つけた、ここにいた茶毒ガが。これに触れるとこの細かい針が突き刺さって下手すると失明します、うん、めちゃ危険です。食えたもんじゃないよ、あの食えて俺サダさんでも食わない、うん、別にサダさん虫が好きなわけじゃないからな、あれで頑張ってやってるよ。そんなさださんもさ、肖像権侵害バンにしやがってよ、あのポン吉、うん、茶毒ガとかやばいね、うん、怖いな茶毒ガって。だってそれが毒になるわけでしょ、突き刺さると。いや本当ポンちゃん最低なことしたんだよあいつ。自分で分かってないけどかもしれんけど、配信者としてやっちゃいけないことってあるのね、タブーって。
肖像権侵害って権利かもしれないけど、配信者がね、だって顔出してるわけじゃん、顔出してくるから、だ一応仲間だったわけじゃん、ポンちゃんとサダって。別にね、ポンちゃん顔を出すなって他で出すなとも言ってなかったわけだしさ、それをさ、何が肖像権侵害なんだよ。いや本当あれはね、がっかりしたね俺。あ、こいつここまでやるんだと思って。でもあれポンちゃんができないわけなんだよ。だって肖像権侵害のってすごい手間でね、ドワンゴに免許証とかさ、身分証送ったりとかね、一人じゃポンちゃんができるわけないんだよ。だから俺の考えね、誰かが裏で糸引いてやらせたんだと思ってるんだけど、まあそれは誰かわからんよ。ポンちゃんの友達かもしれんけどさ、誰なんだろうな、ほんとね。でもそれはポンちゃん絶対言わんからね、口が裂けても。口が裂けてもポンちゃんはそんなこと言わんけど、ちょっとあれはね、すごく配信者として、あ、一つのあれをやらかしたなと思って。帰ろう。立川はいい街ですよ。あ、こんにちは。中止になったんだ。健康な薬学ぶ部屋。終わりますね。わーわー言うとりますが、お時間です。さようなら。